ていうところ、こないだ行ったところ。彼良かったよね、うん、あのね、個性的だけど、そうそう、おしゃれな商品いっぱいあったよね。ちょっとね、フランフランの爆買い行った後にちょっとフラッと寄ったね、うん、インテリアさんすごい可愛かった。ドイツっつったかな、うん、ドイツとか言ってた ね、うん、言ってたね。ほらほら、うん、こういうさ、こういうね、置物とか個性的な、うん、こういういろいろなね、結構可愛いアイテム揃ってて良かったです。でもなんか爆買いできる値段ではないから。そうなんですよ、ここ結構一個一個。あら、フラミンゴ。あ、本当だ、たまたまフラミンゴ良、うん、かったよね。良かった。だから私たち引っ越したら、うん、ね、行こうね、行こうね、うん、あ、引っ越すこと言っちゃったね。あ、言っちゃったね、ケロケロケロもうさ、ねえ、ほんとにやばいよ、ケロケロやった本当に。この間なんか一緒にね、銀行行ったんですよ。まあいろんな仕事の兼ね合いで銀行に行くことがあったんですよ。そのまあ偉い人というか、まともな、ね、まともな大人と話す機会があって、うん、大人話まとも、わかるわかるよ、わかる、ちゃんとした方とお話しする機会があって、うん、その時になんか、あ、じゃあこれにあの記名お願いしますとか、いろいろこうそういう作業をやってたの、うん、そしたらなんかリオが、あー、わかめちゃんだけどーこうだよマジで。そういうところにいる時ぐらいちゃんとしろって本当自分でも思ったもん。そう、いや一緒にいるからよ、うわ、いや本当にそう。しかもそうだよ、ね、あのその銀行のね人たちも、うん、なんか一人おじさまみたいな、うん、本当にちゃんとしてる部長みたいな、うん、部長部長の男の人と、うん、なんかレディースが二人で、うんうん、レディースが若めだった、うんうん、うちらと同じぐらいかちょっと下かぐらいの、うんうんうん、だからすごいなんか場がな和やかだったんだよね。そう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 、そんななんかこちら金をお願いいたしますとかいう空気でもなかったから、うん、あ、そう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 、だからこざけだった。あ、そうだね、そうなの、そうそうそう、すいません、こちらもって言われた時、あー、ケロケロケロみたいな。ダメよ、ダメよ、本当に本当に変な人と思われるから。いや別に変な人と思われる分にはいいの、うん、いいんだいいんだけど、うん、大人としてどうなんみたいな、うん、何もなんか仕事任せたくないもんね、ケロケロとか言う人。あー、ケロケロ冷静に考えたらやばいよね。うちらはもう日常がこの2人で完結しちゃってるから、うん、当たり前なんですよ、ケロケロが、うん、なんとかですみたいな敬語みたいなもん、うん、ケロ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 言っちゃうんですけど、それはあの通常の人間界では通用しないぞっていうところで、すいませんでした。